はい、じゃあヴァンパイアサバイバーズやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲームスタートで、アドベンチャー、ニンニクパラダイス続きやっていきたいと思います。さあ、キャラ強化ですけども、ちょっとこんな感じで、まずリロール取りました。リロール取りまして、で選択肢を置けばちょっと取りました。で、これ回収範囲ですね。あと発射弾数欲しいんですけど、これ高いですね。これ高いので買えませんでした。で、武器アイテムをちょこっと、解放しましたね。武器で言うと、使いたいのがニンニク、上のニンニク、月桂樹で、このごぼう星で、マナの歌、時止めのナイフと。でアイテムが4つ、白紙、ろうそく、翼、引き寄せのオーブとありますけども、翼以外の3つと言いまして、このね、ごぼう星の進化で王冠が欲しいのと、まあ、ニンニクも一応進化でトマト欲しいかなと。で、あと副車の輪ですね。この6つ、このあたりで、やっていこうかなと思います。ポーさんで、まあ、武器6つ、はい、 OK ですね。やっていきましょう。で次、荒々しい覚醒、これをやっていこうかなと思いますね。でここの、忘れ去られた時代の渦に巻き込まれた過去と未来の仲間たちは、この空間で、多領域の物品を交換して、交換の字が違う、まあいいや。で、あ、これね、古き狂乱の森、これはチャプター1クリアしていきましたね。ポーはかつて森の混沌を生き延び、大量のニンニクを貯蔵することが全てだった時代を思い出す。ん？ポーはかつて森の混沌を生き延び、大量のニンニクを貯蔵してる、あ、貯蔵してのポーさん。大量の、あ、そう。で、荒々しい覚醒。押し寄せる敵の波がポーを覚醒させ、新たな時代も強烈な匂いに溢れていることを実感させる。忠実な四本足の仲間がいれば、おそらくこの状況を忠実な四本足、これか。おそれさんね。なるほどね。忠実な四本足。荒々しい覚醒で15分生き残る。ああ、なるほど。あ、違う。おそれさんね。あ、おそれさんを解放できるんだ。ってことは、荒々しい覚醒15分ね。一旦やっていきましょうか。ランダムイベントなしで、ハイパー、アルカナ、リミットブレイクありで、ちょっとやっていきます。で、はい、取りたいのがこれですね。血のアストロノミア。この、数奇のカード、アルカナ、21番ですかね。血のアストロノミア取っていきます。で、これで、はい、ニンニクプラス、あ、いいですね。じゃあ、マナの歌取りましょうか。マナの歌も取って、血のアストロノミアの武器を増やしていくという形でやっていこうかなと思いますね。まずはね。で、月桂樹、時止め。月桂樹取っとくか。月桂樹取りました。で、これで血のアストロノミアビルドで、やっちゃおうかなと。まあ、やっぱね、このゲームは、アルカナあるのが、相当ね、バランス崩壊っていうぐらいに強いので、王冠欲しいね。王冠取っとこっか。王冠取ってあげていきますか。で、ごぼう星がね、経験値を消しちゃったり最初するので、ごぼう星、そうね。後の方で取りたいかな。後の方で取るのがいいのかな。進化が、早めに進、あ、け、ん？
ちょっと待った、ちょっと待った、なんかいろいろ、ちょっといろいろあるね、マップ、なにこれなにこれ、なるほど、これ狂乱の森と同じようなアイテムがあって、はいはいはい、これはもう狂乱の森で、なんかキャラクターいますよね、なんかキャラクターいるよ、いろんなキャラクターがいる、いろんなキャラクターを、ハテナもあるね。右上にハテナ、あれ、ハテナ行かなきゃいけないよね。ハテナ行きますか。どうしよう、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 どうしよう。アイテム揃えたいな、でも。まず、そっか、ここで、アイテム拾えるんですね。なるほどね。まあ、ちょっととりあえず、時止めナイフも取っとくか。言うて時止めのナイフはあんまり、そんなに欲しくはないけど、ちょっとアイテム揃えていきますか。あ、っていうことは翼取っちゃってもいいかもしんない。とりあえずろうそく取っといて、命のトマトはこの下にあるから、まず命のトマト目指すか。そうね。まず、ちょっと待ってよ。まず命のトマト目指しますか。下の方を目指しますか。ゆっくり、ゆるりゆるりと。翼取って、命のトマトは取れる。大丈夫。あいたい。ナイスね。やめて。近づかない。これ回復ね。回復捨てましたね。回復捨ててるんで、回復するには、トマトは取りたいね。トマト取るのと、引き寄せも欲しいな、これ。こうなると。引き寄せも欲しい。ニンニクはちょっとレベル上げときますか。いや、でもアイテムまず揃えたいね。アイテムまず揃えちゃって、命のトマトを取るか。白紙の学術書取ります。オッケー。いいよ。これも。一旦ちょっとダメージもらっちゃったので、チキン欲しいけど、出ないかな。で、ゆるりと、でも、下も目指していって、トマトがあるかな。一旦マナの歌。まあ、血のアストロノミアがあれば、今取ってる武器、月桂樹とか、時止めのナイフとかは、武器とはいえ、攻撃はしてくれないんですけど、その分ね、血のアストロミアを取れば、武器にね、なってくれる。攻撃手段が一つ増えてくれるっていう手数がね、増えますので、猫はいらないかな。とりあえずニンニクあげますか。最終的には、でも猫ちょっと猫取りたい、取っとくか、猫取っとくか、猫も取るか、取りますか、取っていきましょうか。で、下の方は目指していき、いいね。引き寄せ取りましょう。引き寄せ取ります。で、血のアストロノミアに関わる武器が5つなので、武器枠は6つありますから、最終的には猫も取っちゃおうかなとは思ってはいますね。とりあえずね。猫ね。まあ、ダメージ食らうからね。微妙っちゃ微妙なんですけどね。痛い、やめて。副射は、実際使う武器に関しては、ニンニク、マナの歌、時止めのナイフ、月桂樹、この辺、あと、あれか、ごぼうっすよね。副射自体は関わらないんですけど、血のアストロノミアに関しては、引き寄せのオーブ取ります。血のアストロノミアは副射取って発射弾数を増やした方が
強いですね。発射弾数増えますね、チナーストロムに関しては。なので副射はやっぱ欲しいなと。やっぱこのゲームはね、手数命ですから、手数多い方がとにかく強い。でクールダウンを下げる、で発射弾数を増やすっていうのは、普通に強いですね。ちょっと王冠上げていくか。王冠ね、いつ取るの？いつでもいいですっていう感じ。誤差なので、早めにね、上げてもそんなに変わらないんですけどね。まあ、早めに上げるにこうしたことはないかなという感じはしますので、ちょっと一旦抜けますか。ああ、これ花硬いね。やっぱ花硬い。この間に行っちゃおう。下向かっちゃおう。下向かって、あ、アイテムは6つ取ってるね。6つ取ったので、あ、ちょっと待って、ストップ。なんか通り過ぎてるね。あ、まだいるわ。この下になんかいる。あっち行って、なんかいるね。あってく、これ仲間を、どうすんのかな、どうしたらいいのかな。あ、いる。あ、サンタさんいる。サンタさんいる。なるほどね。あ、ここでも武器の解放はできますよと。聖水ね。なるほどね。あ、ブレスレット。あ、この辺の武器いいね。強いね。でもいらない。今、私、いらない。いらないです。このチノアストロノミアで遊びたいので、いらないです。で、ぐいぐい下向かっちゃおう。で、今のうち。火力的にはね、やっぱちょっとね、低いのは低いですよね。コインもね、集めたいっちゃ集めたいけど、いやー、このここで出るコインはビビたるものすぎる。とりあえず、白紙を上げとこうか。で、血のアストロノミアっていうのが、攻撃範囲っていうのが、引き寄せのオーブ、引き寄せ範囲ね。引き寄せ範囲と攻撃範囲がイコールになりますっていうのがあるので、回収範囲を上げるっていうのも血のアストロノミアでは大事です。そう、宝箱取らせて。ちょっとどいて、あなたたち、ちょっとそこいると、ちょっと取れない、取りました。で、時止めのナイフ、とりあえずあとごぼうせいとで、トマト取っちゃおう。トマト欲しい。これアストロノミアのこの赤い丸ね、赤い円ね、これが引き寄せの範囲を、多少上げてるのでちょっと広がってるよね。マナ上げとくか。クールダウンも下げたかったけど、ここはちょっと粘るかな。あの白い人たちちょっと硬いね。あ、副射上げとこう。副射上げます。これはもう全く危なげがないんじゃないかなと思いますね。白紙の学術書でクールダウン下げます。全然問題ないよね。全く問題がないよね。アストロネ強い。ごぼうせ、ペンタグラムが来ない。宝箱取っちゃおう。トマトも欲しい。トマトも取りたい。ちょっと待ってよ。どうしたらいい？鳥は取れないから。鳥合体。鳥合体でもいいけど。いや、ちょっと鳥合体いっとくか、これ。いっちゃうか。いけるかな？いけるか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 ？やる？いけるか？鳥取っちゃうか、やっちゃおう。行こう。取ろう。やろう。で、応募生はね、ペンタグラムはまあ後でいいや。最後で。
最終的に、うん、経験値を消しちゃうよりはね、序盤は、OK、引き寄せのオーブ。いや、これクソ強いよね、やっぱ。全然危なげがない。全く問題ないもんね。全く危なげがない。で、トマトは取りたい。トマト取りたい。トマトください。ごめんなさい。ごめんなさい。トマトください。トマトは1個ください。ありがとう。トマトいただき。指輪もいっちゃうか。もう取っちゃうか。取りに行くか。指輪も取りに行く。行くか。行っちゃうか。行くか。行こう。行こう。ちょ、ニンニクあげといて。ちょ、まあ、ニンニク一旦あげといて。ニンニクでもあげてもなぁ。ニンニクあげてもねぇ。ちょ、あんまりねぇ。で、鳥出たら鳥取ろう。で、一旦武器アイテムは、埋まりますね。で、指輪取っちゃおう。もう指輪取っちゃおう。指輪取って、ほうれん草を向かおう。オッケー、指輪取りました。あ、やばいね、あれも。あ、やばい。あー、まあ、いっか。進化しちゃうね。進化もしちゃうね。まあ、いっか。この間、いっか。ちょ、グイグイいっか。グイグイいっか。グイグイいっか。あー、でも、レベルアップがどのぐらいいけるか。ちょっと、微妙ではあるかな。あー、もうすぐ10分に来ます。ちょ、どんどん、グイ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 。進んじゃいましょう。ちょっと、ぐいぐい行って、ぐいぐい行って、危ない。ちょっとやっぱ火力的には心もとなさはあるね。若干、まあでも不安はないですよ。うん、クリアはできる。もう、もはや、ぬるゲーだ。武器が、やっぱり好きなのを、限定してね、取れる、解放できるっていうのが、これ一つ大きいですね。めちゃくちゃ大きい。めちゃくちゃ大きいし。で、何？うん、アルカナがある。っていうので、使うアルカナを決めて、うん、まあある程度ね、限定して、最終的には多分、武器とかは、まあ全部、武器アイテムは解放しちゃっていいとは思う。なんか、ん？あ、え？あ、ん？ほうれん草？ん？ほうれん草？あ、ほうれん草？うん。なるほどね。ほうれん草と武器が重なってるのか。あれ、フワラフルーか。フワラフルーあるよ。マジで？いいの？そんなんあっていいんですか？あ、アルカナ出るね、もうすぐ。で、リロールを取ったんですが、リロールはアルカナが欲しいのが取りたい。っていうので、一旦王冠上げとくか。で、リロールはやっぱ必要やなと、欲しいなっていうので、リロールを優先して、まずは取りましたね。アルカナがね、やっぱ欲しいの取れるとね、全然違う。超強い。ちょ、行こう。下から箱を出してくれるやろうけど、ちょっと一旦行こう。一旦、あー、ここ稼ぎ時かな。ちょっと頑張りますか。ちょっと経験値欲しいね。ニンニクでいっか。まあ、ニンニクあげます。ここはもう一気にこいつら倒していって、うん、ニンニクかな。一旦ね、経験値回収タイムに入ろう。ああ、翼も上げろっか。移動速度上がるっていうのは、やっぱ、大きいよね。ああ、ニンニク上げちゃう。あ、これ一旦武器進化させるか。ニンニク上げちゃって、で、王冠上げて、あー、なるほど。まあ、白紙の学術書かな。あ、ペンタ、あー、こ、あ、ハト。で、ハト取っといて、これで鳥も、これ進化いけるかな。よし、ニンニク。で、あ、こいつ出すね。あれ、アルカナ出すね。オッケー、ニンニク進化しました。で、まあ、白紙かな。オッケー、オッケー。これで、欲しいのが、ここ、ヤシンサラバンドじゃないなぁ。リロールしまして、こういうところね。こういうところで、あ、これが欲しい。時の果て、これ。
これで、はい、取りました。時止めで、あ、こいつ、アトランティアには効かないのよね、これね。取り上げてっか、取り合体目指すか、ちょっと、一旦まずはね。で、時止めのナイフで止めると爆発が発生します。そうなるとこれ時止め強いから上げてっか。これがマジでクソ強いんで、これマジクソ強い。これクリアはもう、あ、引き寄せのオーブも取りましょう。クリアはもう、下も同然ですね。確定ですね。超強い、超強い。オーカーマックスにしました。いや、もう超、クソ強い、クソ強い、クソ強い。一旦引き寄せで、ストップ。ほうれん草と矢印ね。矢印も取りに行こう。で、ハテナにも向かいたいので、まずは矢印向かいましょうか。再開して。一旦経験値もだいたい取れたかな。OKOK。回収範囲も広いね。やっぱ、ホウさんは、最初にニンニクをね、持ってるっていうのもあるんですけど、回収範囲も広いので、血のアストロノミアはね、ホウさんはね、非常に相性がいいと思いますね。うん、超強いですよね。で、矢印を目指す感じですね。矢印目指しましょう。アイテムは取れてるから、あと鳥を合体させたら、五芒星を取って、完成っていう形にしたいけど、どうでしょうね、これね。合体までいけるか、そのぐらいのレベルまで上がるかどうか。そう、まあ、時止めまで上げていくかな。まあ、これクリアもしたね。クリアはできたね。余裕でしたね。全く危なげがない。ちょっとここ粘りますか？経験値回収タイムですか？宝箱ありますか？進化はないから。これは、いいか。うん。月桂樹も上げときたいね。ダメージ下げたいね。下げたい。で、矢印が向かいたいから、もう向かおう。もう行っちゃおう。まあ、一回、つばさ。ただ、レベルアップがこれ間に合うのか、果たしてっていう。オッケー。矢印取っとこう。矢印取りました。で、ほうれん草を取りに行きたいので、取り上げていこう。取り上げ転して上げていこう。まずは。いや、余裕っすね。あ、余裕っすね、これ。あ、余裕だ。あ、これ、余裕だ。あ、ダメだ。これ、余裕だ。クソ余裕だ。クソ余裕ですわ。取り。あ、これ、やべ。クソ余裕だわ。はい、避けますよ。ほうれん草あった。ほうれん草。はい、いただきます。あ、ダメージ食らってる。HP が減ってる。まずいよ。あんまり敵に突っ込みすぎるのは良くなかったね。チキンないっす。まだアトランティアン倒してないよね。卵は押してないね。まあ、卵取ってもなーって感じは。あんまりねー。あ、危ない。あげて。あ、でも月経時あるか。オッケー、ほうれん草2個目ありました。ゲット。な、ハテナの予想。この上、あれか。ハテナか。これ、ハテナが上にあるんか。あ、なんや。なんかフラワーフルーみたいに見えた。違うのか。これ、あれか。ハテナってあれか。棺桶か。棺があんのかな。ちょっととりあえずそっち目指します。うん、それはやっときたいね。それはまず優先してやっときたいね。で、鳥は合体させたいね。 OKOK。 で、あ、そうか、結局猫ちゃん取ってないね。猫ちゃん、取ってないから取ってきたかったけど、まあいいか。まあいいか。まあいいや。で、宝箱を取っといて、
15分。もう半分いきました。卵落ちてる1個。1体倒してる。卵。卵ね。まあ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 。まあ卵、まあオンにしなきゃ別に、いくら取ってもあれか。一緒か。変わんないね。じゃあまあ卵取るのもまあ、ありですか。翼上げます。移動速度もね、上がってくれた方が、アイテム回収には動きやすいよと。お、ナイス、引き寄せ。で、で、ハテナはまだですか？遠いですか？まだ遠い？まだ遠いな。まだ、まあ、まだ遠い。あったあったあった、いて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 、ちょ、急に出てくるから、急にボールが来るから、ちょっとやめて、そういうの。あ、いや、強すぎる。時止めライブが、ちょ、缶オケのとこいないで、あなた。どいて。うん。これで、缶オケで。あー、プニャーラさんだ。プニャーラさんじゃん。オッケー。解放しました。プニャーラプローボラ、いいね。まあでもとりあえずこのモードは、やっぱポーさんで行きたいけどね。ただポーさんで行くとなると、そうか、ポーさんで行くってなると、うちのアストロノミアで攻めますよっていう、そういう構成ができるようにしてるので、ウニアラさんになるとどうなるかな。多少また、銃とアストロノミアで、まあ、まあ、その組み合わせそういうのありかな。とりあえず、このまままっすぐ向かって、一旦、シルバーリングも取っちゃうか。あ、宝箱がある。危ない。こういうのは絶対に見逃したくない。レベル間に合う？これ。レベル51、半分で。まあ、100くらいまでいくか。次100くらいまでいくかな。いけるかな。まあ、いけるか。まあ、いけるでしょう。ペンタグラムいらなかったかな。全然いらないね。いや、アストロナム見て、この範囲。やばいね。やばいぞ。すごいね。あ、これはいいわ。これは強いですわ。いや、やっぱアルカナがね、あるとね、こうなっちゃうよね。正直もう負けようがないぐらいのもんじゃない？あ、リング、シルバーのリング、はい、ありました。取ります。で、命の器も取っちゃうか。全部取りたいね、取れるもんなら。取っちゃいたいね。全部かっさらいたいね。丸ごと全部、ヨークシンのお宝、丸ごと全部、かっさらいたいね。命の器はもうちょい下かな。こいつらちょっとね、マミさんたちはね、若干ね、痛いので、あんまり食らいたくない。あった、命の器は。あ、倒しました。1体倒しました。あー、もう全然余裕すぎる。ダメだ、やばい、強すぎる。で、これ取ります。レベルがでも、果たしてどこまでレベルが上がるか。鳥の進化はいけるのか。いけるのかどうか。で、呪い、取っちゃうか、呪い。あれ、取っちゃうか、スカローマニアックの。行っちゃうか、あれ。行っちゃうか、取っちゃうか。あ、取らなくていい気もしますけど、全然。あ、取っちゃうか、取っちゃうか。取っちゃう。スカルオーナニアックも取っちゃおう。オッケー、やった。これいただき。で、で、
矢印ね。で、クローバーか。行くか、鳥に。とりあえず鳥を、早めにできれば上げられるだけ上げて。いやー、マジ強い、強すぎる。ダメだ。これダメだ。もうダメだ。ぬるい。ぬるゲーだ。超ぬるゲーだ。やばい。強い。怖い。怖い。やばい。強い。怖い。ダサい。まあ、これアルカナマジで生かしていく戦術で戦っちゃうと、もうマジでこうなっちゃう。もうどうしようもない。もう負け方がわからない。まあ、休憩時も上げとくか。ただまあ、レベルが上がってないね、全然ね。いや、もうちょっとこれ強すぎるね。やばい、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 強い、やばい、昨日、やばい。あ、これ、あ、進化するな。あ、マナの歌も進化しちゃうね。通り、オッケー、通り。これが6、7。あ、進化はいけそう。で、通り。ん？違うか。あ？あ、今で6と7かな？あ、いや、まあ、6、6か。今、6、6か。あ、今、6、6層ですか。あ、6、6層かな。まあ、ろうそくでいっかな。で、矢印も取って、クローバーも取っちゃうか。まあ、正直、いらないけどね。クローバーとかね。いらないっちゃいらないけど。まあ、でも、取れるものは取っちゃうか。取ったからって多分、解放されるわけじゃない気がするよね。あ、どうなのかな。解放されるとされるで、なんかちょっとややこしいな。そうなると、ちょっと、ややこしいな。クローバー取んのやめとくか。クローバーはちょっと、ステイかな。クローバーはステイ、ステイで。一旦取りに行くのはやめよう。花じゃない。あ、21分。あ、21分。アルカナ欲しい。あ、でもアルカナ別にいらんわ。あ、でも出ちゃった。特に欲しいのがないね。欲しいのがない。まあ、聖なる決闘もいらないもんね。今のところね。リロール。このためのリロール。癒しのサラバンドありかもね。癒しのサラバンド取るか。これで、あ、ちょっと待って、まずい。あー、進化の宝箱足りるかな、足りるか。ほうれん草で、進化、あ、そうか、マナの歌ね。はいはい、あんまいや。矢印は取っとこうかな。まあ、取んなくてもいいっちゃいいけど、これ、あ、取って、OK。あ、倒した、あ、倒したわ。もう一体出たわ。はい、矢印取っときます。さあ、もうこれで、アイテムはいいや。あ、危ない危ない危ない、引き引っかかった。いや、これマジで、時止めのナイフがちょっと強すぎるのよね、爆発起こると。これマジで強い。超強い。アストロノミアも、まあ、範囲攻撃がね、こんだけ手数が増えてくれて、火力は低いけど、あ、鳥行こう、鳥上げよう。まあ、正直これもう負けようがないよね。負け方がわかんない。敗北を知りたい。で、宝箱は、鳥、オッケー。これ進化させよう。オッケーオッケー、いいよ。あ、マジでちょっと強すぎるね。このアトランティアに特攻して突っ込んでいったら多分死ねることは死ねる。死ぬことはできるけど、そんな敗北の仕方はしたくない。月経で投げますか。取り上げたいんだけどなぁ。あ、倒しちゃった、アトランティアン。あ、マジで、あ、もうこれでもう死にようがねえ、負けようがねえわ。勝ちました。私。勝ちました。勝っちゃった。もう負けようがないね、こうなるとね。どうしようもないよ、これ。通り、オッケー。これ進化、合体。
で鳥のレベルはまあ、うん、別に、まあ、上げる必要も特にはないよね。でこれで五芒星を取る。ここで猫は取らないよね。いけ、あー宝箱消しちゃった、やべえ宝箱消しちゃった、ちょっとやべえな。これがあるからな、五芒星な。これがいて一日まあまああるかな。そこそこ、ああ、ないか。ない、ないよな。ないよね、ないよね。大体取ってきたよな。これ五芒星ガンガン上げていきたいけど、とりあえず、ろうそく上げきりで狙うか。あ、待って、メールいらねえわ。クソメールいらねえよ、ふざけんなよ。ぶち殺すぞ、マジで。マジで邪魔。ちょっとマジで。マジふざけんなよ、マジで。ちょ、マジ、ちょ切るか。いらんな、マジで。ちょ、ひろ、あとで。マジでソフトバンクのメール、マジいらない。マジで無駄。邪魔。クソ邪魔。クソ邪魔だろ。マジでいらんぞ。マジでこの世で一番いらないもの、トップ3に入るぞ。マジでいらん。マジでやめてほしい。マジで邪魔。マジでチコッコ、マジで。かかんない。マジで邪魔だ。マジで邪魔だね。ああ。さあ、気持ちを切り替えて。いや、もうこれ、もう。もう何をやってるとかもうわからない。もう、ダメだ、もう。もう終わりだ、終わりだ、これ、終わりだ、こんなもん。もうほんと負けようがないもんね。もうどうしようもない、どうしようもないぐらいの。これいっとくか、いっとけ。宝箱消しちゃった、マジか。もうちょっと早い段階で。いや、この宝箱置いとこう、これ置いとこう、これ置いといて。画面から外しといて1個はキープしときたいから。そうね。いやでもマジでソフトバンクのメールバッティーだしてるな。あの手の話してる、で五芒星いっちゃう。あー消えるよね。いやもう消えちゃうのよね、経験値がね。経験値消えちゃうとがっかりよね。経験値がいっぱい欲しいの。もっと欲しいのに。もっともっと欲しいのに。もっと欲しいの。もっと欲しいの、経験値。メールはいらねえの。一個もいらねえ。経験値欲しい。いや、あんまりないよな、多分。あ、これで燃やそう、燃やそう、燃やそう。あ、ちょっと待ってよ。もう、ペンタグラム、五芒星。五芒星来いよ。あー消しちゃう、もうやだ、もうこいつこいつやだ、もう邪魔だ、いらねえ。あ、なんか、あ、武器のマーク、あれ武器のマーク出て、え、武器のマークが出てるね。キャラのマーク、あー、マダンとか聖なる風とか、あとあのペンダント何やったっけ、あのペンダント何ですか。あ、これいっとこう。どうなった今。宝箱ある、宝箱あるよ。一回取っちゃうか、一回取っちゃうか、一回取っちゃうか。もう一個あるか、オッケー、攻防性オッケー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 。経験値残ってる。あー、いけるかな、これいけるか、ほら、いくか、残る。ナイス。
行っちゃおう。よし、これ行って進化しよう。オッケーオッケー、これで、ちょ、中かよこれ。これで、進化で、オッケー。ナイス。これで完成ですね。完成ですねって言ってももう27分か。あ、これ上げきれないね、レベルは。ま、無理でしたね。か、まあ、取り上げとくか。いや、これもうやばいね。強すぎる。敗北を知りたい。マジで。敗北を知りたい。けど、知れない。ちょ、呪い上げるか、もっと。呪い上げてっか。ガンガン上げてっか。呪い上げよう。まずね、まず呪い上げて、敵の出現頻度っていうのを上げていくと、呪い上げる。いや、もうこれ、なんだこれ、もう。もう無茶苦茶だ、もう。ほんと、マジで。敗北が知れない。これは。敗北を知るのは不可能ですね。ダメだ、これ。呪い上げるか。無理よね、これ多分ね。レベルは全然上げきれなかった。全然足りないよね。今でレベル87。鳥。あ、呪い。呪い上げていこう。あ、呪い上げていこう。あ、呪い上げていこう。呪い上げれるだけ上げたいね。呪いのアイテムのレベルを上げられるだけ上げたいね。上げちゃいたい。上げちゃいたい。で、29分になった時点で、呪いが何パーアップまで上がるかなっていう。呪い来ない。オッケー、もろ、オッケー、金ね、金の指輪で。呪いが来ない。あ、呪いが来ない。あ、呪い来た。呪い来た。あ、呪い来た。これで29分になっちゃう、なっちゃう、なっちゃう、なっちゃう。呪いはかなり上げたよ。かなり上げたよ。あー、かなり上げたよ。呪いはかなり上げたけど、逃げ切れなっちゃった。呪いが今の時点で 120% ね。プラス 120% まで上がりました。で、こうですね。もはや、あ、もう呪い上げてもしょうがないね。意味がなかった。呪い上げてもしょうがないです。鳥も、一応鳥もレベルマックス。まぁ、あ、命も繋げていこうか。いや、レベルちょっと上げきれなかったですね。難しかった。レベルが足りない。だからそれでも112までは上がったけどね。あ、そうか。この、指輪とか、この辺ね、レベルマックスまで上げきれれば、あ、そっか、宝箱があれば、そっかそっかそっか、もう一個進化いけたのか、月桂樹と、あれね、月桂、あ、宝箱あるよ。これどっち上がるこれ。どっち上がるこれ。あ、これランダムにしちゃう。これでクロックランセット、トキトメの方が上がれば、一応、新しい進化武器。あ、来ちゃったね。来ちゃったわ。なるほど。これでも死神倒せるかどうか微妙よね。ダメージでかいもんな。ダメージ食らうもんな。死ぬもんね。一撃で死ぬからね、こっちはね。これ倒すのは難しいかな、死神。あ、これ無理かな。あ、でも、あ、そうか。時止めで、あ、そうか、こいつ動き止めれんだ。マジか。これ倒せんじゃない？金じゃないこれ、死神さん。いけるかなこれ。倒す必要はね、
多分全くないとは思うけど、倒せるかな、これ倒せるかな、無理かな、無理じゃねえかな、いけんのかこれ、無理じゃねえか、どうなんだい、いけんのかい、一発で KO され、復活もないから一発で KO されるぞこれ、やべえぞこれ、いけるかこれ、いけんのかこれ、どうなの、あ、もう一体来ちゃったやばいやばいやばい、もう一体来ちゃってる、もう一体来ちゃってる、来ちゃってる、来ちゃってるのよ、死ぬから、それやめ、やめて死ぬから、それ死んじゃうから、動かない方がいいのかな、意外と止まってる方がいい説、うん、倒せんじゃねこれ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 、無理ですか、死んじゃった無理でした、はい終わります、はい、とりあえず、2番目のマップはクリアしていきましたね。あ、ペッピーノさんも出てきたよ。ペッピーノさんとオソーレさんとブニャラさん、あーなるほどね、キャラの解放もできました。というわけで、アドベンチャーモード第2ステージですか、クリアしていきました。じゃあ終わります、また続きやっていけたらいいなと思います。ありがとうございました。はい。